ポップティーン TV。 なんか寝るわ。おはようございます。ちょうど寝ないところに自分たちに隠れないやめる。こちらへ。あ、ごめん。あ、やめて。え、何知ってます？知らない。え、知ってる顔してますって。何知ってる顔って。すいません、忙しい。なんか髪色も明るくなって、明るくなりました。性格も明るくなって、性格も明るくなって何ですか。よかった、明るくなって。イエーイ。あんまりここ最近話せてなかったから、確かに、まあ、最近の、まあ、ポップやっててどうかっていうところと、うん、卒業した後どういう風にやっていくのかみたいなところをちょっと話せたらいいなと思って、うんうんうん、はい。今どうですか。いや、今どうですか。え、でも今、うん、自分的にはめちゃめちゃいい感じです。どういうところが。え、なんだろう。でもまあ後輩もすごい勢いなので、うんうん、まあ、負けないようにっていうのはめちゃめちゃあるんですけど、うんうん、それは何でしょう。いやいや、みんな話した方がいいかなと思って。なんかでもキープっていうよりは、うん、あのもっと、うん、あの上を目指せるようにっていうふうに思ってるので、うん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 、なんかそのアンケートとかもそうだし、うん、どんだけあの1位とか取れたり、あの増えたりしても、うん、毎月ストーリーとか、うん、そのコミュニケーションとか毎日リップ編もずっと続けてるし、うんうんうん、ファンのこと近い距離でいるっていうのはめっちゃ大切にしてます。うん、なんか高3でやり残したことある？やり残したことは、でも海外に行ってないです。え？海外に行きたい。あ、海外個人的に。個人的に。え、それ関係ない。仕事関係ない。やり残したこと、でもこの間ピン企画8ページっていう初めてあんなに大量に出てきたのめっちゃ嬉しくて、自分がボンって出る企画とかまだまだ全然やりたいと思います。私服企画とかもやりたいし。どうやったらもっとさせる企画すると思う？どうやったらもっと、多分このポップティーンの中で人気だけじゃなくて外の人気とかもどんどん増やしていかないと、その年齢層の幅とかも広めていきたいなってすごく思ってます。バラエティがすごく楽しくて、そのバラエティに出るのもそうだし、あとずっとあの演技をしてみたかったので、そういう演技のオーディションとかいっぱい受けたいなっていう話してます。マネージャーさんとは今後どうしていくかみたいな話はしてますよね。まあ逐一、今後、まあ、ちょっと高校卒業するので、まあちょっと女優とは言ってるんですけど、最近、ここ最近ちょっと私の悩みとしてはちょっと勉強をおろそかがちなので。なんで勉強してないの？え、なんで知ってるんですか？知って、わかるよ、一緒にいたら。いや、私は知ってないです、マジで。っていうのをもう改善させたくて、なんかちょっと大学受験とかちょっとやらせてみるのもありかなって思って、キャスターやれるぐらい。お願い本当にしたくないです。それはちょっとでも本当漢字も読めないし、そのバラエティにも支障が出てる部分もあるんで、理解能力がちょっと足りてなくなっちゃうので、そういう方針に変えていこうかなっていうのは。確かに、なんかポップもさ、割と勉強ネタ結構受けるから、メルがなんか大学やだーみたいな。え、ちょっとなんか追いかけてもらったりとか。ユーキャンみたいなやつですか？ユーキャンじゃなく、普通にだから普通に大学受験する。はい、他へここまで頑張るみたいな。え、絶対やだ。夢与えるよ、読者に。ちょっと考えてもいいですか？いや、でもちょっとそうやっていこうかな。本当に無理です。本当に報道番組出れるぐらい賢くなってもらう。今からなれます？ビリギャルみたいな感じですよ。そう夢あるじゃん、ビリギャルみたいな。え、本当にやだ、マジか。次キャップテストして、いつからでしたっけ？だからもう来年から、始めた方がいいんじゃない、何から始めたの？私小1とかレベルですよ。だからもう小1から始める人は、ビリギャルなんだったらもう本当それですかね。だってビリギャル、それが映画化するかもしれないですもんね。でもモデルだから。そうしたら自分でも女優もできるし、女優もできるし、悪くはないかもしれないです。まだいいんじゃないですか。なんかおじいちゃんになっても、おじいちゃんなの？おばあちゃんだ。おばあちゃんになっても来てる人いるじゃないですか、学校とか。じゃあそっち系かなっていう。そこでいても意味なくない？今行くから幅が今広がるんだもん。今のさ、メルの強みって何なの？今のメルの強み？明るい。みんなほら、ペンペン。でも私ハッピーですよ、どんなことがあっても。あと常に全力です。
あ、じゃあね、あ、そういうことじゃないんですよ。勉強は本当に嫌だな。でも海外来たんだったらね、そうですよ、語学は確かに、うん、英語だけ、英語だけでもいいですか。英語だけだったら大学行けないもん。そうなんだ、なんかハイスクールスチューデントみたいなところに行きたい。ハイスクールスチューデント今じゃん。2月売りから始める。いや、始めるとか言ってないです、私まだ。2月売りってことは来月撮影分、来月、今月年内撮影分だから、ね、うん、え、言ってない言ってない、まだ OK してないです、私まだ。でもサポートできる人はじゃあこっちでもちゃんと見つけるよ。おお、わかりました。そのイケメンでお願いします。頑張れ。でもやるからにはやっぱさ、本当に東大目指すくらいの。そう、私東大行くのすごくないですか。いや、すごいよそれやったから。わかりました。じゃあ来月撮影から早速。待って待って、ちょっと考えたい。え、待って待って、グルですか。グルじゃない、グルじゃないですからね。なんでやってよ。東大の試験受けて言ったかね。え、言ってない言ってない言ってない。じゃあ落ちたらどうする。落ちたら坊主にします、坊主にします、坊主にします。じゃあ落ちたら坊主ね。え、嘘でしょね、待って、今自分で言ったから落ちたら坊主。あ、ちょっと生やしていいですか。落ちたら坊主と来月の撮影でまず塾に入って。やだ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 、本当にやだ、お願い、本当にやだ、絶対行かない。え、でも言ったじゃん、さっき。やだ、本当にやだ、泣きそう。でもその塾もう見つけてるから大丈夫。え、めっちゃやだんですけど、やだ、勉強したい。泣いてる。やだ、勉強したくないんですけど。結構本当に他の仕事もね、ちょっとセーブじゃないですけど。そうですね、だから1日多分10時間。やだ、でも1年間10時間勉強するの。そう、うん、やだ。え、コンピューターですか。何の話。それでお仕事どうするんですか。だからセーブするよ。え、セーブは嫌です、私今ですから。インスタ毎日上げてるのに上げれないじゃん。あげるよ別に。勉強しながらその30分休憩あるから。休憩であげればいい。その30分。リプ編もできないじゃん。寝る前に30分だけ。無理だよ。スクールで1年勉強するのってのはもっと違うことに1年かけれますもん。ポップモデルでもさ、東大出た人いないから。うん、まあそうですけど。歴史に残るよ。教科書も塗れるかな。教科書には塗れないけど。え、マジで。お願いします。最悪ですよ。私絶対やんないもん。ありがとうございます。絶対。でも本当それでうまくいったら連載もやるし。うん、うまくいかなかったら、そう、もうそれでもうポップも卒業。え、無理なんだけど。絶対やらないから、私。ああ、もう知らない、そういう感じなんですね。何何もうやだ、マジでやるんですけど。じゃあ結果出します。じゃあ来月の撮影からよろしくお願いします。え、やだ、 OK ね。やだな、ねえ、なんで。じゃあマネで、なんか最後に今いい機会をいただいたんで、今日手紙を書いてきたんで、ちょっと読みます、ね。え、マジで応援メッセージを書いてきた。もう最悪、私もう、ああ、もう本当に嫌だ。聞いてよ、手紙。そんなんじゃなくて、頑張れとかじゃん、絶対。頑張らないから。いい、読めよ。メルへ、最悪。いい機会をいただいたので、手紙を書いてみました。私が担当になってからあっという間に9ヶ月が経ちました。第一印象は真面目な子。何？これは今も変わりませんが、何事にも一生懸命に真面目に取り組む姿はマネージャーながら私もとてもすごいなと尊敬しています、うん、一緒にいる時間が増えるとお仕事の話もそれ以外の話もたくさんするようになったね。落ち込むとすぐにマネねと連絡をくれるようになって、相談に乗ることも増えて、なんだかとても嬉しく思っています。私が思うメルちゃんの一番いいところは、明るくてみんなから愛されるキャラクターだと思っています。見えないところでもきちんと努力をしていて、どんなことでも明るい笑顔で頑張る姿や、ちょっと天然なところ、これはメルちゃんの最大の魅力です。これからも一緒に成長していって、もっともっと大きくなっていこうね。そしてそんな頑張りがまた認めてもらいました。メルル1月号の表紙、2回目のピン表紙を見れた。あー、待って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 
私はやりますか。やります。あ、じゃあ東大行くべき。やだ、待って待って、今やった。え、そういうことですか。お天気キャスターを一回。え、やだ。明日の天気は。やだ、明日の天気は晴れ。あれ絶対ならないですからね。マジで。え、よかった、大学行くと思って、本当に明日から予定詰め込もうって超考えてた。だって私これ泣く前に1回嫌すぎて泣いてますからね。大学行くの嫌すぎて泣いてますからね。今のメンバーだ、2回目の金曜日初めて。本当だ。めっちゃブサイクなんですけど。やだ、髪の毛もめっちゃわざわざ最悪。あ、今黒い涙が。え、嬉しい。でもこれでも東大には行きません。絶対やだ、私嫌すぎてこんなになったの初めてですもん。本当にひどい。私の知らないとこでニュースキャスターになれとか言って、本当に。いや、マネネが来るドッキリなんて初めてだから全然気づかなかったです。嬉しい。でも、ね、勉強は頑張ろう、うん、ちゃんと卒業しようね。はい。どんな表紙にしたいですか。え、ハッピーな感じにしたい。皆さんにいっぱい手に取っていただけるようなやつにしたいです。嬉しい。じゃあ締めてください。締めてください。以上、見れることでした。ありがとうございました。報道です。ぬくみめる様が2回目の表紙を飾ることに決定いたしました。明日はハッシュタグ見れる表紙おめでとうでたくさんツイッターしてあげてくださいね。バイバイ、ハッピース。見れるでした。できるね。うん、嘘、うん、あ、じゃあやっぱり、じゃあオーディション行きましょう。オーディション急にやる気。頑張ります。嬉しいです、ありがとうございます。オッケーで。え、嬉しいです、ありがとうございます。え、めっちゃ嬉しい。こんな感じしてたんですか。してた。うわ、だって前々からなんか悪いことしたのってすっごい脅してきた。昨日からも演技始まってるから。なんだ、女優だから。女優やってるから。嬉しい、ありがとうございます。私、夢が叶いますって言った時、もう東大受かってるのかと思った。どういうこと。手紙でマネネが夢が叶いましたって言って、あれ、私東大受かった。どういうこと。夢が叶いましたって言ってないよ。え、目標が叶いました。確かに、なんか努力が認められました。あ、叶いましただ。え、ほら、受かってる。努力してないじゃん。いや、東大受けてないんだけど。嬉しい。ありがとうございます。イエーイ、楽しみに。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。次の動画も見てね。